それで、孫の時代もだいたい40度超え。ひ孫っていうことになりますとね、4代後ですからね。だいたいワンジェネレーション、1世代30年ですから、120年後ですからね。まあ、ひ孫の時代が、ひ孫の人たちが、お年寄りになって、死ぬ寸前ぐらいになって、今年の夏よりか少し良くなったかなっていうぐらいになるんです。 なんでこんな計画を一生懸命やってんですかね <laughs> だって、その、もちろん将来の世代のためにね、一生懸命地球が温暖化するのを防ぐなきゃいけないってことは確かですよ。だけど、政策ですからね、長期的に CO2 を減らして、根本的に温暖化を防ぐってことも大切かもしれません。私は違った考えですが、まあ、政府はそう言っております。しかし、それと並行してね、短期的に あの、涼しいところで、まあ、40度を超えないようなところで、過ごせるように施策を取るというのも、私はね、痺れてない政治だったらやると思うんですよ。じゃあ、それはできないかと、全然できるんですね。一番、なんていうかな、身近なところにあるのは、舗装を少しずつ剥がして、それ例えば、歩道なんかも半分半分にこうしましてね。で半分は土に草を植えてで、そこの横にスプリンクラーつけて、で、まあ、三十八て、 35度超えたら、スプリングラーで適当に水を出すということですね。で、そんな水がもったいないじゃないかって言うんですけども、30兆円って言ったらもう全然桁違いなんですよ。今は皆さんご存知の通り、日本には8000億トンかなのあの、淡水が降ってるわけですね。日本はものすごく淡水に恵まれた国なんですね。それで、そのほとんどを、 ほとんどっつったらもっと正確に言いますと、確か農業用水が一番もう極端に多いんですけど、600億トンかな。ですから、あの、結局90%ぐらいは単に流れちゃって海に出てるんですね。あの、これはよく海沿いの川に行けば、どん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 淡水が海水にな混ざってるじゃないですか。これがそうですね。ですから、まあ、感覚的にもわかると思いますね。え、降った雨の9割近くは、ただそのまま流れているんです。この水をですね、 えっと、道路に巻くっていうのは、道路とか家庭とかね、そういうところに巻くっていうのは、我々は容易なんです。なんで容易かって言いますとね、消毒がそれほど山の水がそのまま流れてきますから、あの山にパイプをつけるんですよ。ダーッと。で今あのパイプラインっていうのはものすごく安いんです。それはね、あの、ヨーロッパの天然ガスパイプライン網網っていうのは網ですね。網とか。網を見ればわかります。 どれほど安いか。<laughs> 天然ガスなんかものすごい巨大なパイプを使うんですね。それでも安いんですよ。ですから、まあ30兆円とかそういう桁の話じゃ全くないんですね。で、それをまず年やると。そうするとですね、蒸発鮮熱はすごく大きいですから、例えば0度の水を流せばいいじゃないかって、30度まで20カロリーしか、あの、冷えないんですけど。鮮熱っていうのはですね、1cc あたり、 えー、596キロカロリー、カロリーありますかね。まあ、キロカロリーってリットルだとキロカロリー。えー、596カロリーあるんですね。ですから、その山から持ってきた清水をですね、ピューッとこう自然にこう、あの、水道なんか結構圧力高いから途中でポンプ入れますけど、まあ、弱いポンプくらいいるかもしれないけど、まあ、とにかく山の高さでこう行くようなね。そういうことをしますと。それから、まあ,あの、あの、自動車を通る道路もね、 全面舗装っていうんじゃなくて、できれば、透水性コンクリートっていうのはあるんですね。透水性コンクリートってっ少し穴がポく開いてまして、ところどころでいいんですけど、穴ぼくが開いてましてね。そして雨が降ると土に染みるんです。で、染みたものが今度、路面が暖かくなると、その穴をついて蒸発していくんですね。これを利用して、雨も少ないことありますので、あの車、車、道もですね、えー、時々散水する。そしたら、まあ、 酸水したものをすぐ下水に流さなければね、蒸発する洗熱が取れます。まあ、こういった方が一番簡単ですね。それからまあ、歳の緑化っていうのはなかなかこれ難しいんで、これはまああまり速攻性がないでしょう。酸水の方がずっとありますね。打ち水ですね。それからもう一つはあの沖縄の東ぐらいに席を設けましてね。それで海流が向こうから流れてきます。それの下の方の冷たい空気、あの海水を上に上げる席ですね。動力いらないんですけど。 まあ、核弾してもいいんだけど、核弾すると動力いるとかいう、うるさいこと言う人いるんで、まあ、計算してくれって言いたいんだけどね、国立環境権が上に上がる。まあ、えー、海流の動力を、エネルギーを利用して冷やすということになりますね。まあ、こういった、あの、もちろん他にもあるんですよ。専門家がいろいろ考えて、長期的には CO2 を抑制するっていうことで、僕は不本意ですけど、一応これを認めましょう。だけども、それは200年後なんだから。 役立つ政策もやっぱりやらなきゃいけない。僕だったらお金を半々ぐらいに分けて、そして短期間に効果がなるものと長期間に効果なるものを並行してやって、せめて今生きている人たちが努力した分はやっぱり少し夏が涼しくなる。まあいうふうにしたいというふうに思いますね。まあどういうふうに、この,の今日の日割りクラブをご覧になった人がどういうふうに思うかちょっとわからないんですけども、 え、まあ、アンチの人はまあどうでもいいんですよどう。何言ったって文句言ってきますから。これはまあどうでもいいんだけど、間違ったことどうせ言ってきますからね。<laughs> だから、まあそれは無視して、まああの、私は、まあせめて子供とか孫の時にはね、いい日本が作れるぐらいの政策じゃないといけないんじゃないかと思います。まあいずれにしても今日は、現在の CO2 を減らすということで、我々の世代、我々の子供の世代、孫の世代ぐらいまでは、 関係ないことなんだということを指摘したということですね。